あら、なりきるのはオリンピック2連覇を果たした羽生結弦選手とおばちゃんファン、一体どうなる。羽生くんファンのおばちゃんです。今日は羽生結弦くんをスタジアムの裏で出待ちしてるんですけど、プーさん渡せるかな。だ、え、羽生結弦やで。いや、全然思ってた羽生くんと違うんで、私ピョンチャンオリンピックの時の、あの生命を演じてる羽生くんを見て好きになったんですよ。それかいな。あ、それかいな。きっつい関西弁使わないんで。生命の。そうなんですけど。陰陽師のあの。陰陽師の、はい。じゃあ女待ってて着替えてください。いや、そういう問題、あ、そう、パンパンとかもしないんで。ごめんごめん、これやな。この、このほらほら。この生命の、この。ちょ、安倍の生命すぎる。その陰陽師が出すぎてて、あ、そんなんでしたけど、はあのもう偽物っていうのはもう分かったんですけど、その本物見たことあります。何やってんの。プーハンな。プーさんです。プーハン、もろとこもろとこ、大阪の人でもろとこもろとこ、プーハンなんて言わないんで、これ羽生くんに渡すやつなんで。構えへん構えへん、それ構えへんから。構えへんかとかも言わないんで。フィギュアの羽生くんなんです。あのヒラヒラの衣装着て、ヒラヒラのやつかいな、踊ってた羽生くんに会いに来たんですよ。それ言うといてくれへんかったら分かれへんかな。もうそういう問題でもないんですけど。かまへんかまへん、ちょっと待って。あのそパンパンとしないんですよ。羽生くん見たことあります。多分本人も先にもっとそっくりな人が出るって知らなかったと思います。裏でだいぶ焦ってました。どういうことなんとは言ってたんですけど。ヒラヒラのこれやな、このヒラヒラのこれ、このヒラヒラのこれやな。三つ葉グローブやん。